Hey guys, this is Kate from Asian Boss. Japan is famous for many things. Its rich culture, Hello Kitty, and porn. Have you ever wondered how Japanese people feel about porn? Well, you're just about to find out. 日本の AV は見たことありますか？あ、それはもちろんです。あります。あります。どれだけ見ますか？どれだけ？頻度ですか？頻度。え、そんなに興味深くは見ないんですけど。私は毎日見ますね。まあ、男性ってなんでエビを見ると思いますか？そうですね。いろいろストレスとかがあったりして、それでなんかちょっと性欲とかもやっぱちょっと高まってきて、そういうために見ますね、多分。なんだろう、夢とか希望が満ち溢れてるものかなって私は思ってます。なんでだろう、普段見れないから、ちょっとまあ動画の方で見れないですかね。見ないと頭がおかしくなっちゃうとか、そういう感じですか？どうですか？いや、おかしくはならないですけど、絶対見た方がいいです。まあ、日本の AV は世界でどれだけ人気あると思いますか？そんなにないと思います。それはなんで？なんか海外の方がすごそうやなって思うからです。やっぱ外人の方の方がワイルドやと思うんで、世界で受けようと思ったらそっちの方が魅力的なんじゃないかなと思います。なんか一回友達がアジアのどこかの国で、その現地の人に見せた時にすごい気持ち悪がられたって聞いたことがあって、だからあんまりいいイメージは海外からないんじゃないかなって思ってます。実はすごい人気があるんですよ。すごい人気あるんだ。なんでですか？逆になんでだと思います？あ、でも日本人の女の人ってモテるって聞くから。日本の AV が世界中で有名だって知ってましたか？いや、あんまり知らなかったですね。はい。で、それってほとんど日本人がそれを知ってると思いますか？その外国人の友達がいれば多分知ってる人は多いかなと思いますね。そしたら、まあ、AV 女優って日本の社会から見た時に、まあ、どういう風に思われてますか？あんまりいいイメージはないですね。なんかニュースとかでその AV 女優のなんかグループがあって、なんかセクシータレントみたいな感じで扱われてて。あ、そういうのがあるんですか？なんか書いてました、ニュースとかに、ね、なんか表記されるときは AV 女優じゃなくてなんかセクシータレントみたいな書かれてるんで、ちょっと美化されてるのかなとは思います。そうです、まあ、芸能人に似てる部分もあると思います、まあ、特別感というか、やっぱあったらおおってはなります。じゃあ例えば AV 女優と付き合うってなったとしたらどう思いますか？それは嫌ですね。それは何でですか？いや、まあ、自分の彼女の裸がそんなさらされてるのちょっと嫌じゃないですか。もし付き合ったとしたら、まあ、もしお互いそういう性の関係がそのめっちゃなんか自由な感じだったらいいと思うんですけども、やはり一般的にはその付き合った以上はそういう2人の関係を築いてあげたいと思うので、そういう意味ではちょっとあんまりいい印象ではないかなっていう。もし大金をもらう代わりに、AV の撮影に誘われたら、女性の何パーセントぐらいがその提案を受け入れると思いますか？ 20% ぐらい。2割？はい。半分くらいは。そんなにいいんじゃないかなと思いますね。 10% とか 8% とか。3割、4割かな。そんなあるかな。でも3割、4割 OK するんですか？お金にもよるけどな。それってどれだけの金額で考えてたんですか？今1000万とか100万円以上、200万円とか、まあ、7桁100万以上出されたら僕はちょっと半分くらいはもういっちゃうんじゃないかなと思いますね。そしたらなんでそれを受け入れると思いますか？10人に1人が。もうそれ自分よりお金の方が欲しいみたいな。例えば整形したいとか、誰かが親とかが入院しててお金が必要とか、そういう感じは結構大金だと思うんで、こういうこと言ったら失礼に値すると思うんですけど、なんていうかそんな減るもんではないってよく日本人言うんで、なんかそういう考えがやっぱその大体2割とか1割の女性の中には持ってる方もいらっしゃるんじゃないかなと。そうですね、やはり推しに弱いっていうのが多分あると思いますね。さらにその若い子中心にその話しかけていくと思うので、そういう意味では結構こう乗りやすい人が多いのではないかなと思います。自分の体と引き換えにお金がもらえるんだったら、要は誰でもで
やろうと思えば可能じゃないですか、うん、そんな仕事で100万円がもらえるっていうのでやりたいって思う子は多分結構いるんじゃないかな、まあ、いくら大金を積まれると言っても、うん、やっぱ映像として残っちゃうんでずっと、うん、まあそうですね、まあ、大金を積まれてもやらない